はい、それではね、今回は四角10番のそこのとこね、内自律神経と内分泌って書いてあるんですけど、タイトルをね、これに、ホルモンの働きと分泌制御っていうね、まあ要はそこの下のカッコ1番のタイトルに変えておいてください。ね、この要はね、この、なんていうんですか、この、僕の中でのこのレベル分けっていうかね、その章のくくりのレベル分けが1個ずれてるんですね。いろんなホルモンの働きと分泌調節ってやつが要はタイトルで、その下のやつから順番に内容が始まっていくというわけですね。まあちょっといろいろややこしくなるのでね、もうここからちゃんとこの今の授業プリントに合わせて番号は書いていくようにしますね。はい。丸1番。結果がいろんな原因に戻って行う調節を、これをね、フィードバック調節って言います。はい、北大受けようと思ってる人、これ絶対チェックです。はい、まあそれ以外の人もなんですけどね、北大これめっちゃやたらと聞かれますからね。はい、OK ですか。でこの概念はね、非常に重要なのでね、これは頭の中にしっかり入れておきましょう。はい、この概念自体は大学入ってもね、ずっと通用しますので、この概念をしっかりと入れましょう。いきますよ、何回も重要だから言いますよ。で次、大抵は多い場合には減らす方向に、少ない場合には増やす方向にフィードバックする。これを負のフィードバックって言います。負のフィードバック調節。と言います。はい、OK ですか。でその下に例を書くんですけれども、今から皆さんに統一してほしいことがあって、その下のところ見たらね、矢印が何本か書いてあるじゃないですか。丸2番のところにね、赤色はタンパク質系ですよ、紫はアミノ酸系ですよ、で緑はステロイド系ですよ、で神経で分泌物質は黒の点線で、点線でね表記していきますよと、点線で、で神経っていうのはその子に書いてある青色でね、まあ、手前に細胞体があるような感じで書いていきますよって書いてありますね。黒板上ではちょっと紫がないので、色の分類は、まあ、近いような近しい感じで書いていくんですけれども、タンパク質は赤で書いていきます。タンパク質は赤で、ちょっとこの辺に、でタンパクで次なんて書いてた、次アミノ酸か。アミノ酸はちょっと板書上では黄色で書くようにします。で次がステロイドは緑があるので緑でいきます。でその次、神経分泌物質もね、点線、これは使っていきますね。この点線っていうのは、例えば神経分泌物質がタンパク質系ならば赤の点線で、ステロイド系ならば緑の点線で、アミノ酸系なら黄色の点線で書きます。まあこれとこれはないんですけどね、こっちだけしか書かないので、なので赤点線です。実質神経分泌物質は赤点線で書きます。でその後神経はね、青があるのでね、青で書いていきますね。こうやってピュッと書いていきます。あ、ここ3、これなんか四角いやつだね。でこうやって書いていきますね。はい、 OK ですか。これでいきます、黒板上は。で皆さんの授業プリントはできる限りね、そこに書いてるやつで合わせて書いてもらえたらいいかなと思います。そしたらここと対応させやすいんでね、色がね。はい、じゃあいきましょう。はい、その下のやつね、下の例を書くスペースが角が丸くなったね、四角のところにあるんですけど、それね、まず一番最初、肝脳視床下部、もうホルモンといったらもうこいつ出てきます。肝脳視床下部、肝脳の視床のところの下の部分ってことですよね、名前そのままね、肝脳視床下部があって、この肝脳視床下部から神経分泌物質である甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモン、甲状腺を甲状腺刺激
ね、だから甲状腺を刺激するホルモンを放出しろよっていう命令を出すホルモンですね。ん？ホルモンってなんですかね。ホルモン、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンですね、はい、でこいつが脳下垂体の全容に働きかけます。脳下垂体全容に働きかけるんですね。だから甲状腺刺激ホルモン放出しろよっていう命令が脳下垂体全容に行ったから、次ね、脳下垂体全容は甲状腺刺激ホルモンを放出するはずですね、はい、甲状腺、ちょっとこっちの外に書きますね。甲状腺刺激ホルモン甲状腺刺激ホルモンっていう名前だぐらいですかね。何を刺激するのかなって言ったら甲状腺ですよね。甲状腺、を刺激するわけです。で、甲状腺からはホルモンが出るんですけれどもね。ホルモン、ああ、ペンじゃない、チョークが持ちにくい。ホルモンが出るんですけども、何色だっけ？黄色だ。黄色。はい。出るんですけど、このホルモン、チロキシンっていうホルモンですね。ちょっと働きに関してはまた後で、ね、でこのチロキシンが、あ、黄色、戻って肝の視床下部に対して抑制をかけるんですね。どんな抑制か、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌を抑えなさいっていう抑制をかけるんですね、はい、こういうのを負のフィードバックって言います。はい、OK でしょうか。はい、それではね、次その下のところのね、刺激ホルモンが関与、あ、刺激ホルモンじゃない、その下の点のところですね。甲状腺を除去すると、ね、甲状腺を除去するとチロキシンって分泌されなくなるから血中のチロキシン濃度低下しますよね。ですると甲状腺、いや、これね、出さないと、チロキシン出さないとって言って、甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモンが増えたりとか、甲状腺刺激ホルモンが増えたりするんですね。はい。次。チロキシンを過剰に注射すると、ね、チロキシン濃度が高くなるから、ね、負のフィードバックが働いて、甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモンがあまり分泌されなくなって、甲状腺刺激ホルモンがあまり分泌されなくなると。いうようなことが起こるわけですね。はい。OK ですか？で、そしたら甲状腺が刺激されなくなるから甲状腺が縮小するということが起こるわけです。はい。まあ、ここでね、こんな感じの流れのね、まあ、例えばなんか、それ問題として、チロキシンを過剰に投与しました。ね、こことここのホルモンはどうなりますかみたいなね、問題とかが出たりするんですね。はい。例えばね。はい。じゃあ次いきます。次、丸2番。刺激ホルモンが関与するホルモンってやつですね。はい。よいしょ。刺激ホルモンが関与する、刺激ホルモンね、関与するときはね、一番最初は肝の視床下部です。こっちに出た方がいいね。肝の視床下部です。で、この肝の視床下部から例えばね、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンね、さっきやったね、甲状腺刺激ホルモン、もうね、書くのが大変すぎるので
いろいろちょっと略しながらいきますね。ホルモン、先頭の頭文字が H なので、アルファベットでね、H なので H って書きますね。で、放出、ホルモンと。ね、スペースもある、スペースもあまりないですからね、こんな風に書いたらいいんじゃないでしょうか。ね、甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモンが作用する。の作用する先は、脳下垂体前葉でしたね。脳下垂体前葉。で、脳下垂体前葉に入って、入ってか刺激、脳下垂体前葉を刺激して、甲状腺刺激ホルモンを分泌するんでしたね。あ、間違えた。これ、赤線だ、普通に。甲状腺刺激ホルモン。ホルモンを出すと。で、そうすると、甲状腺から、チロキシン、チロキシンが分泌されるというわけですね。はい、じゃあ次、他にはまた神経分泌物質が出て作用する先はやはり脳下垂体前葉で、これは副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン、はい、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンねっていうのをやるとね、副腎皮質を刺激しなさいよっていうホルモンを放出しろよっていうホルモンですからね、よいしょ、副腎皮質刺激ホルモンが出て、でこれが副腎皮質に働きかけると、ね、でこれによって糖質コルチコイドっていうのが出ます。ステロイド系ね、糖質コルチコイド、っていうのが出るんですね。はい、じゃああとラスト1個ね、また神経分泌物質が出ます。作用する先はやはり脳下垂体前葉、生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンです、はい、ということは働きかける先は生殖腺、生殖腺刺激ホルモン によって精巣とか卵巣とかに働きかけということですね。生殖腺ですからね。でするとここからステロイド系のホルモンが出て、精巣からは有性ホルモン、あ間違えた、漢字が、あこれごまかせるかな、有性ホルモンで、卵巣の方からは、ロホーホルモン。これ3じゃないですよ。ロね。ロホーホルモンとか、黄体ホルモンね。っていうのが分泌されてくるわけですね。はい。OK でしょうか。ね。刺激ホルモンが関与するホルモンとしては、こんな感じです。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回はね、あ、次回じゃない、今回のこれだけは話してなかったな。今回のこれだけは、
はもう何と言ってもこのフィードバック調節、これしっかりと頭の中に入れておいてください。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は丸3番神経分泌物質が関与するホルモン、丸4番自律神経が関与するホルモンで、丸5番のその他っていうお話をしていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。